馬グローブを訪れたセロと高橋アナ、いつの間にかお昼時に。いやでもそろそろちょっとお腹が空いてきたんですけれども。 You're hungry? うん、なんか食べましょうか。ちょっと何かつまめるものがあったらいいな。そうですね、その辺レストランが結構ありますから。あ、本当だ。2人が立ち寄ったのは回転寿司。アメリカでも人気の回転寿司。ただしアメリカの回転寿司には日本ではあまり見かけない珍しい寿司がたくさんあるという。 Hello。 お箸使ってますね。セロはまずアメリカならではの珍しそうな寿司をオーダー。寿司を待つ間、高橋アナからこんな質問が。え、でもセロはいつマジックの練習とかするんですか？マジックの練習ですか？うん、練習はしないです。練習しないんですか？練習はしないです。練習というよりもこうイメージトレーニングがよくするんです。取り出したのはカード。これで何をしようというのか。じゃあまずマサカード全部見て、うん、バラバラです、はい、マサカードカードゲームやったことありますか？あります。ありますよね、はい、じゃあ今からカードをこう弾いていきます、うん、して1枚のカードをイメージをこの中から見てほしいです、うん、見るだけです、うん、OK? Are you ready? イメージできました？うん、てか見えました。見えました、うん、イメージができましたね、頭の中で、うん、頭の中でイメージしたカードを当てるというセロ。そんなことなどできるのだろうか。先ほど見たカードをイメージする高橋アナ。果たしてセロは高橋アナの頭の中を読み取ることができるのか。はい、僕見て、僕見て、うん、分かりました。本当ですか？本当です。実は今日この店でちょっと特別の巻物を頼みました、はい、そしてその巻物をセロ巻きというんです。セロ巻き聞いたことありますか？はい。実は先ほど特別に頼んでいた寿司があるというセロ。果たして。これです。セロ巻きです、はい、美味しそうですよね、うん、ちょっと自分が選んだカード何でした？ハートの8。ハートの8、うん、すごい不思議なことなんですよ、うん、なんでこれがセロ巻きって言いますと。そして寿司をゆっくり表に向けるとなんと高橋アナがイメージしたハートの8が。ハートの8って書いてあるからです。泡肌というか鳥肌というか。じゃあ今日あの特別のこの巻物を食べてください。想像を絶する出来事に放心状態の高橋アナ。少し落ち着いたところで、注文していた寿司が運ばれてきた。早速寿司を食べる2人。しかし、うん、でもね、はい、ちょっと思った以上にも、うん、僕もっと不思議なものが出てくると思いました。アメリカだけにもっと変わった寿司が出てくると思っていたセロ。そこで僕もじゃあ今日一つ変わったものを作ってあげます、うん、じゃあちょっとあこのウニ使います、うん、これです、うん、マサさんお願いします。ちょっとこの皿、はい、こことここ持ってて、はい、果たしてこのウニをどうするというのか。え、ワーチ、次ウニ、うん、え、見てて見てて。セロが寿司の上に手をかざすと、うん、なんとウニの軍艦巻きが一瞬で一風変わったセロスペシャルに変化。どうですか？これ見てみて。ウニはどこにも怪しいところは見当たらない。そしてセロスペシャルを恐る恐る口にする高橋アナ。おいしい。よかった。
とここでセロから高橋アナにある提案が。今日僕ちょっと特別なところに連れて行きます。はい、マジックキャッスル。マジックキャッスル。You know the magic castle? はい。知ってますか？うん、聞いたことはあります。そう、ほら僕のマジックの人生が全て始まったところに今日連れて行きます。あ、本当ですか？すごい楽しみ。そう。じゃあ、時間7時50分ぐらいまでに僕の部屋で待ち合わせしていいですか？あ、わかりました。果たしてセロの原点であるマジックキャッスルとはどういうところなのか。今夜